34号では動輪を動かすモーターを取り付けます。前回組み立てた車体と今回付属するモーターを用意してください。まずモーター支持金具をモーター支持板の上に取り付けます。二股になっている方が前方です。ネジ位置を合わせマイナスネジで固定します。ここもネジが大きく緩みやすいので大きめのドライバーでしっかり固定しましょう。次にギアの装置を少し上向きにしておいて、シャフト側のチューブの根元を押さえながらチューブ先端にモーターの回転軸を入れていきます。回転軸との隙間は2ミリ程度になるまで押し込んでください。次にモーター支持金具の上にモーターを置き、シャフトとモーターの回転軸が一直線にまっすぐになるように調節し、支持金具とモーターの取り付け穴を合わせネジで固定します。支持金具が下へ向いているので柄の短めのプラスドライバーでしっかり固定します。これで34号の完成です。ギアとモーターが連結されていますので動輪を無理やり回さないように注意してください。